どうも、オイリーです。今回いただいた質問が、包丁は帰りが出るまで研げと言われ、実際に研いで砥石で帰り取りもしたのですが、思ったような刃がつきません。何か原因は分かりますかってことなんですけど、これ先結論を言うと、砥石で帰りっていうのは完全に取ることはできないです。なので、その帰り出るまで研ぐっていうのは合ってるんですけど、砥石で帰りを取る、砥石で完全に帰りを取り切るってことはできないんですね。これ僕もそうだったんですけど、これまあ結構びっくりした方いるかもしれないんですけど、僕あの調理師学校行った時、まあ最初の授業で砥石研ぎの授業をするんですけど、まあそこで質問者さんのように、包丁はまあ帰りが出るまで研げっていうふうに教わります。でその後帰りが出たら、砥石のその帰り取りですね、帰り取りっていうのをするんですけど、それで刃がついてる状態になるよと教わるんですけど、実際に僕もびっくりしたんですけど、刃それで本来の切れ味っていうのはつかないんですね。理由っていうのは、帰りが取り切れてないからです。帰りっていうのはちゃんとした取り方を知らないと、砥石だけじゃ取れないんですよ。砥石で帰りを取るっていう言葉自体がちょっと矛盾してるんですね。砥石ってだって帰りをつけさせるもの、研ぐためのものなので、砥石で帰りを取るっていう言葉自体が正直矛盾してるんですよ。ってことで、今回のテーマっていうのは、大きな帰りと小さな帰りってことでやっていこうと思います。はい、ということで実際に今日話していく内容が、研ぎ終わりの目安ですね。ちょっとまあその復習というか、実際にどこまで研げばいいのか、帰りが出るってまあどういった状態なのかっていうのと、まあ大きな帰りとは何か、その大きな帰りの取り方、そして次に小さな帰りですね、小さな帰りのその取り方、今回はその小さな帰りっていうのがかなりテーマになってくるので、ぜひ覚えてください。で、あと両刃と片刃でちょっと帰りの取り方、その刃の付け方もそうなんですけど、帰りの取り方っていうのは変わってくるんですね。なのでちょっとその説明もしたいと思います。それでは早速順番にお話していきたいんですけど、まずそもそも帰りとは何かですね。帰りって皆さんご存知ですかね。帰りって言い方がちょっといろいろあって、帰りとか返しとかバリとか、だいたいまあこの3つぐらいなんですけど、そういう言われ方をします。僕は帰りってずっと言ってるので、帰りっていう風にちょっと今回は言わせていただくんですけど、そもそもじゃあその帰りとは何かですね。帰りっていうのは、包丁を研いでる時に、包丁そのこの向きで研いでるとするじゃないですか。そしたらその帰りっていうのは、その鉄ですね、鉄が細か薄い鉄が反ってくるんですよ。反ってくるっていうか返ってくるんですね。それを帰りとかバリとかって言うんですけど、でそれが出るまで研げって言われてる理由は、それが出ないとその先端まで砥石に当たってないっていう証拠なので、ちゃんと先端、刃先の先端まで当たって研ぐことによってそれが出るので、それが出ないってことは、そもそも刃が研げてないんですね、先端が。だから包丁の研ぎ終わりの目安っていうのは、基本的には帰りが出るまで研ぐってことです。でもっと言うと、もう帰りが出たらそれ以上研いでも意味ないってことです。それ以上研いでもただその鉄を減らしてるだけなので、ちょっともったいないんですね。ただちょっと一概には言えなくて、例えば刃のラインをきれいにしたかったり、ちょっと包丁の形を変えたいってなった場合は、もちろん帰りが出たとしてもそれ以上研ぎ続けて自分の理想の刃の形にするのは別なんですけど、基本的に刃っていうのは帰りが出たらもう一応ついてる状態です。それが一番鋭い状態なので、なのでこの帰りっていうのを目安に研いでくれたら大丈夫です。ただ注意しなきゃいけないのが、帰りって言っても、例えばこの包丁だったら全部に帰り出ててほしいんですね。当たり前なんですけど、よくあるのが一部だけ帰りが出て、ここら辺が帰り出てないとか、それはかなりあるんですよ。当たり前なんですけど、包丁の使う場所って絶対違うじゃないですか。まな板に当たるところも違うので、絶対そこだけ極端に減ってるわけですよ。そこだけ極端に刃が丸くなってるので、だいたい包丁研ぎしたら使ってない場所が、先に帰りが出て、よく使ってる場所は帰りがなかなか出づらいんですよ。なので注意してほしいのが、その研ぎ終わりの目安ですね。研ぎ終わりっていうのは、全体的に帰りが出たら OK です。一部だけじゃなくて、そしたら全然そこだけ刃がついてない状態になるので、これは結構よくあるあるなので注意してください。でここでよくお声掛けいただくのが、その帰りの見方が分かりません。帰りってどうやったら見れますかってことを結構よく言われるんですけど、帰りってもちろんなんですけど、目に見えないんですよ。まあもう思いっきり出てたらちょっと目に見えることあるんですけど、基本的には目に見えないです。そのくらい小さいです。で今回その大きな帰りと小さな帰りっていうことをテーマに話していくんですけど、大きな帰りっていうのも目に見えないんですね。そのくらい小さいんですよ。じゃあどうやって分かればいいかっていうと、もちろん目で見ても分からないので、もう指の感覚で分かるしかないんですよ。どういう風に触るかっていうと、その砥石を研いでる面の反対側ですね。包丁っていうのはこう研いでたとしたら、こっち側にこういう感じで返りがなってくるので、こういう感じで触るんですね。こういう感じで、
こう触った時に何か引っかかるなって感じがあったら、それはもう乖離です。明らかに違うので、そのある状態とない状態っていうのは本当に全然違います。あるかないか、おそらくすぐ分かると思います。なので研いでる途中ですね、研いでる途中に結構頻繁にこうやって確認してください。絶対分かるので、もちろん手の感覚もそうなんですけど、あの音でも結構分かるんですね。これ僕あの実際にさっき研いで乖離が出てる状態なんですけど、実際ちょっと音聞いてみます。わかりますかね。これ軽く触ってるだけなんですけど、ちょっとシャッシャッシャーっていう感じ。じゃあ返りがない包丁はどういう感じかっていうと、実際これ同じ片刃包丁なんですけど、わかりますかね。これ同じように触ってるんですけど、全然音しなくないですか。そのくらい返りっていうのは全然 あるかないかっていうのは指の感覚でもわかるし、まあ、実際にそのシャッシャッシャーっていう音が鳴るので、そのくらい乖離っていうのは分かります。なので実際に研ぎながら自分で確認しながらやっといてください。でちゃんと全体的にですね、このこれがちゃんと全体的にあるかどうかっていうのを確認するようにしてください。でこの乖離っていうのは、あの砥石の種類によっても乖離の出方って変わってくるんですよ。まあ乖離が出やすい砥石とか出にくい砥石っていうのがあって、だいたい荒砥石って言われる、まあ600番以下ぐらいですかね、そのくらいの荒い砥石でやった方が乖離っていうのは思いっきり出ます。でも仕上げ砥石とかって言われる、まあ6000番以上とか5000番以上とか1万番以上とか、そういった砥石でやると乖離っていうのはまあ出にくいです。すごく分かりづらいんですね。なのでその砥石によってもその乖離の出方とか乖離の分かりやすさっていうのは変わってくるんですけど、まあごく小さい乖離でも絶対ない状態とある状態っていうのは分かるので、そのない状態の時の感覚はちゃんと自分で持っておいて、で実際に研ぎを始めてみると面白いくらい分かるので、実際にやってみてください。ってことで早速大きな乖離のその取り方ですね。大きな乖離ってじゃあ何かっていうと、大きな乖離っていうのはもうこのこれなんですけど、この状態、つまり砥石で研いだばっかの状態、まだ砥石で乖離取りをしてない状態ですね。この大きな乖離っていうのは砥石で取ります。この質問者さんのように、実際に僕が学校で教わったように砥石で乖離を取るっていうのは、この大きな乖離を取るための行為です。逆に言うと大きな乖離っていうのは砥石じゃないと取れないです。じゃあ小さな乖離って何かっていうと、小さな乖離っていうのはその砥石で大きな乖離を取った後の乖離です。どういうことかっていうと、ちょっと最初で申し上げた通り、砥石で乖離を取るって言葉自体が矛盾してるんですね。でも大きな乖離を取ることはできるんですよ。ただ完全に取り切ることはできなくて、小さな乖離は絶対に残るんですね。でその小さな乖離っていうのは指で確認できないです。理由っていうのは、乖離取った時にもう刃先のまっすぐに乖離がついてるので、その引っかかりがないんですよ。どう頑張っても触れないんですね。でも砥石で擦ってるので絶対に研いでるんですよ。だから小さな乖離、まっすぐな小さな乖離っていうのは絶対についてます。だからこの小さな乖離っていうのを最終的に取り除かないと、本来のちゃんとした刃っていうのは生まれないです。じゃあこの小さな乖離をどうやって取り除けばいいかっていうと、もう先結論言うと、まあ僕が知ってるのはだいたいジーンズとか、まあ革とか、あと新聞紙とかですね。で擦るとそれが取れるんですね。でちょっとそのやり方というか、まあ実際にやってみるんですけど、その小さな乖離っていうのはそういった砥石以外のものとかじゃないと取れないです。でここで疑問になった方いるかもしれないんですけど、じゃあ大きな乖離もそういった新聞紙で取れないのかってことなんですけど、それに関しては取れないんですね。さすがにもう砥石で研いだ後の大きな乖離っていうのはそういったのじゃ取り切れないというか、全然取れないんですよ。もう全くほぼ取れないと言ってもいいです。だから大きな乖離を砥石でちゃんと取ってからそれをやるって、その順序がものすごい大事で、絶対にその2つの手順は踏んでほしいんですね。大きな乖離は砥石で取る、小さな乖離はそういった新聞とか革とかジーンズで取るっていう、この順番が絶対大事なので、必ずそれは守るようにしてください。じゃないと取れないです。はい、ということで、まあ実際にですね、その大きな乖離の取り方ですね、手のをやっていこうと思うんですけど、その今回は片刃包丁と両刃包丁ですね、全然違うんですよやり方が。なのでそれについて紹介していこうと思います。はい、では早速やっていきます。まず片刃包丁からですね。片刃包丁は今回僕あの刺身包丁ちょっとやっていこうと思います。もうどの片刃包丁でも一緒なので実際にやってみてください。はい、で今の状態っていうのはさっき見た通り、これかもうさっき研いでこれ乖離が出てる状態です。全部大きな乖離ですね。大きな乖離が出てる状態です。じゃあこの大きな乖離を砥石で取っていきます。では実際にやっていきますね。片刃包丁の場合は裏面ってまあ平らなんですよ。まあ正確に言うとえぐれてる状態なんですけど、まあ片刃包丁っていうのは基本的に乖離取る時っていうのはもうピタッと当てます。こういう感じで、でこのピタッと当てるっていうのが本当に大事で、もうこれこの状態のまま乖離を取っていくんですけど、絶対に
絶対にもうこういう感じでその変に工夫してその刃先に力がかかるからって言って絶対にこうやってやんないでください。こうやってやって研ぐとそれってもう両刃と変わらないので、絶対に返り取る時っていうのは片刃包丁の場合はもうペタッともう絶対つけてください。で実際にやっていくとこれでもう返りは取れたんですけど、でもしかしたら1回じゃ取り切れない可能性もあります。なのでそういった場合はもう1回やってください。ただ言えるのは絶対にやりすぎないこと、もう基本的に3回以上はもうやらないでください。まあ2回やってもなんか一部分だけちょっと返りが残ってる感覚があったらそこへもう1回やってもいいんですけど、基本的にもう3回以上やったことないですね僕は。多くても僕は2回です。ただ基本的に1回で取れるので、なので絶対にやりすぎっていうのは絶対にしないでください。特に片刃包丁はなんですけど、片刃包丁っていうのはその裏すきとか裏押しっていうのがあって、裏すきっていうのは裏面のへこんでるところですね。まあ、そこがすごい大事な部分になってくるんですけど、裏押しっていうのはその裏面の平らな部分のこの縁、このちょっと光ってるの分かりますかね、縁がこの光ってる部分の平らな面のことを裏押しっていうんですけど、その裏押しっていうのは絶対広げちゃダメなんですよ。だいたい1ミリから2ミリぐらいがベストって言われてるんですけど、本当にそれ以上広げちゃダメなので、裏を研ぎすぎたらそれが広がってってもう全然切れない刃になっちゃうんですね。なのでその裏面っていうのは基本的に返り取る時っていうのはもう1回か2回でもう十分です。もうそれ以上やらないようにしてください。まあ例外としてその裏押しがなくなりかけてたら裏研ぎ、その裏押しを出すための研ぎとして裏面を何回か結構研ぐ必要はあるんですけど、そういった場合じゃなくてただ普通に返りを取るためだけだったら、もう返り取りっていうのはこういう感じで基本的に1回から2回で裏を研ぐようにしてください。でそうすれば実際に触ってみるともうないんですよ、本当にもう全部なくなるんですね。ただもちろん全部こうやって確認することが大事なので、ちゃんと顎から切っ先までですね、だから刃元から切っ先までちゃんと手で触れて返りが取れたことを確認してください。でこの大きな返り取った後ちょっと大事なのが、こっち側だけじゃなくてこっち側もですね、表面も実際に両方からこうやって触るようにしてください。っていうのは裏で研いだ後それがさらに返ってちょっと大きい返りが表側に出てる可能性があるんですね。なのでこの時触る時っていうのは両方からこういうふうに触るようにしてください。でこの時にもう何もなんか抵抗がない、何もなんか返りがあるような、なんか引っかかりがあるような感じがなかったら、この後小さい返りを取るっていう作業に進みます。はい、では片刃包丁は実際こんな感じですね。では次両刃包丁、両刃包丁のその大きな返りの取り方をしていこうと思います。両刃包丁は今回僕ちょっと牛刀でやります。基本的にどんな三徳包丁も菜切り包丁もいろんなペティナイフとかも全部そうなので、実際にやってみてください。この牛刀ももう今返りが出てる状態ですね。で実際にもう先やると僕表面研いでその後裏面研いだので返りがこっちに出てる状態です。こういう感じで、なので今実際こういう感じで出てる状態なので、ここの裏面の返りを取ろうと思うので、僕はこの返りを取る時っていうのはさっきと片刃包丁と同じような向きでやります。では実際やっていきます。こういう感じですね。あ、でさっき言い忘れたんですけど、その返り取る時っていうのは絶対にギコギコしないようにしてください。絶対にもう1回でもうゆっくりでいいので、確実に刃先を当てながらゆっくり進めるようにしてください。あと学校によってはその教える人によっては返り取る時ちょっと実際やるとこういう感じで、わかります？なんか弧を描きながらなんか半月描くような感じでこういう風に取りなさいっていう方いらっしゃるんですけど、それでももちろん返りは取れるんですけど、個人的な意見としてはその砥石の目の向きを揃えたいんですね。っていうのはこうやるとここの部分とここの部分で砥石のその目の入り方ですねが変わっちゃうの分かります？違っちゃうんですよ。なので刃の入れ、その食材への刃の入り方というか、ちょっとここまで気にする方そんなにいないんですけど、が実際に変わるんですね、目の向きが違うから。だからそのここ全部のこの刃先の目の向きを揃えたいから、基本的にはもう真横ですね、こういう感じでってことを僕はおすすめします。ただ実際にそんなわからないですよ。ただなんかちょっと気持ち悪いので個人的に、なのでそういうやり方してるんですけど、僕は実際にこのやり方をしてます。で両刃包丁ですね、こういった牛刀の場合で今みたいに返り取りました。でさっき言ったこの両方からつまんで返りのチェックをします。特に両刃の包丁っていうのはこれが結構出やすいんですよ。片刃包丁はそんなにあんまり表に返ることっていうのはないんですけど、両刃包丁の場合は結構逆に返っちゃうことあるんですね。なので両刃包丁は特に注意するようにしてください。完全に下から上までもう全部が返りがないかどうか確認するようにしてください。あと両刃包丁のその角度が結構難しいと思うんですけど、
両刃包丁、そのまあ研ぎ方、研ぐ人によって変わると思うんですけど、その砥石で普通にまあその面を研ぐ面だから、この牛刀の場合はこの角度で研いでるので、まあこの白い面ですね、この銀色の面、銀色の面を砥石で当ててるんですけど、人によってはもっと刃先だけ当ててる人もいるんですね。で、返りを取る時に大事なのは、その角度よりまあほぼ同じ、もしくはほんのちょっと立てるんですね。まあそれ以上その角度を立てたら、その糸刃って言われる二段刃がつくんですけど、それのちょっと詳しい動画も紹介してるので、よかったら見てほしいんですけど、まあその返りを取ると同時に糸刃も取れるっていう、糸刃もつけれるですね、糸刃もつけれるってことで、まあそういったその糸刃、二段刃のメリットが欲しいなら、その角度で返りを取るというか、その角度で二段刃をつけるってことをおすすめします。で、返りを取るときは全くまあ同じ角度か、もしくはそれ以上かで返りを取ると、うまくその刃先がラインが整って、返りも実際に取れるので、実際にやってください。で、ちゃんと返りが指先で触って完全に取れてるかっていうことで、大きな返りっていうのはこれで取れました。これで終了です。で、次に小さな返りを取っていきます。では、小さな返りですね。小さな返りっていうのが、僕は新聞紙で取ってるんですけど、まあ革とかちょっとジーンズ持ってたら、もしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、なんかまあジーンズ履いてる人、なんかエプロンでもそうなんですけど、もうそれでもう自分のこういうところでこうやってシャッシャッシャッってやってる人とか、まあなんか皮がなんかこうやってぶら下がってて、その包丁屋さんでですよ、包丁屋さんのその研ぎ場でなんか革製品、革かなんかぶら下がってて、そこになんかこうやってやってるシーン、もしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、要はあれは最後の返り取りです。で、その僕はちょっとそういったの持ってないので、実際にまあ家で家庭でちゃんと使えるってなったら、新聞紙が一番手軽なんですけど、今回はその新聞で僕は取っていきます。実際にやっていくと、まあ新聞紙をですね、ちょっと丸めてほしいんですよ。理由っていうのは、丸めた方がやりやすくなるからです。ちょっとこういう感じで丸めてほしいんですね。で、実際にやるとこんな感じで固定して、包丁をこうやって感じで、まあ、直角に当てるんですよ。で、そのまま、まあ顎からでも切っ先からでもいいんですけど、僕がやってるのはこういう感じですね。もうこれだけです。で、一応確認方法としては、新聞に対して普通にもう軽く当てるんですよ。包丁の重さだけでこういう感じで持って軽く当てた時にちょっと前後させてみるんですね。この時に動かなければ OK です。この時にもうつるって滑るようだったら、まだ返りが残ってるってことなので、あ、これちょっとさっきやり忘れたんですけど、これが返り、小さい返りが残ってる状態ですね。小さい返りで今の仕事をやると滑るんですよ。でも返りを取ってからやると、わかりますかね、全然その滑り加減というか滑らないんですね。でも小さい返りがついてる証拠っていうのはわかるんですね、その やる前にやったら。だからちょっと実際にやってみてください。その返り、大きな返りを取った後、新聞に当ててこうやってやってみると滑るんですよ。でもその返り、小さい返り取りをした後やると滑らないんですね。だからそれって小さい返りがまだ残ってて、本来の刃がついてないっていう証拠なので、すごく面白いですよ、やってみると。で、今ですね、今みたいに全部が止まれば、その刃は、その包丁っていうのはもう完全に刃がついてる状態になります。で、今全部ついたから OK なんですけど、部分的に滑らなくて、部分的に滑ってるってなったら、その滑ってる部分っていうのは刃がついてないんですよ。まあ原因はどこか分かんないですよ。もう元々その大きな返りがついた時点で、そもそも刃がついてないのか、そこだけちょっと足りてないのかで問題になってくるので、まあそこは確かめるようにしてください。はい、ってことで、まあ今回の内容はこんな感じなんですけど、もう一個最後言うと、その爪ですね。爪でチェックする人見たことないですか？この自分のこの爪でこうやって、だから今の新聞にこうやってやった感じで、これを爪だと思って爪でやる人いるんですけど、爪でやるのはやめてください。絶対おすすめしないです。理由っていうのは2つあって、1つはもうシンプルに僕が嫌いなんですけど、爪が汚くなるからです。絶対傷ついて、そこになんか黒ずみというか、もう汚い、もう不衛生なので、それがまあ基本的に一番の理由ではあるんですけど、2つ目っていうのは結構大事になってて、2つ目っていうのは本当の歯がついてるかどうかわからないからです。どういうことか説明すると、爪で歯が止まる、その爪に当てた時に動かない、滑らないっていう状態っていうのは、確かに歯はついています。ただ爪に滑らないイコールいい歯がついているっていうのはイコールではないです。逆に言うと、めっちゃいい切れ味でも爪に当てて滑ることはあるんですよ。なぜそういうことが起きるかっていうと、結論を言うと、粗い砥石、だから中砥石とか粗砥石で研げば研ぐほど爪には引っかかります。
でも仕上げ砥石、かなり番手の高い細かい砥石で研いだら爪に当てても滑っちゃうんですね。この違いっていうのはその粗さですね。包丁って実際にもう顕微鏡とかでよく見たら分かるんですけど、ノコギリ状になってるんですよ。粗い砥石とか中砥石でやった場合っていうのはそのノコギリが粗いんですね。だから爪に引っかかりやすいんですよ。爪に引っかかって当たり前なんですね。だからまあ切れる、その爪に引っかかれば OK っていう人は結構いるんですけど、仕上げ砥石とかすっごい細かい砥石で研いだ場合、そのギザギザってめっちゃ細かいの分かります？だから爪に引っかからないんですよ。まあ思いっきりギュッてやってもう動かそうとすれば引っかかりますよ。ただ絶対危ないですね。そんなことしないですよね。もう怖いですよね。だからそんなことはしないと思うんですけど、その仕上げ砥石、細かければ細かいほど爪には乗りにくいです。全然滑らないんですよ。だから何が言いたいかっていうと、爪に滑るからその包丁は刃がついてないっていうのは思わないようにしてください。めっちゃ切れる包丁かもしれないです。もしくはもう本当に刃がついてない、ただの生倉包丁かもしれないです。爪で判断するっていうのはやめるようにしてください。すごくその僕結構お客さんでいたんですけど、その実際にその刃物を見て、その後ちゃんと刃がついてるかの確認で実際に爪でチェックする人いたんですけど、それで大体本当に研がれた包丁って、まあ仕上げ砥石ですね、仕上げ砥石とかすごい細かい砥石で研がれた包丁って本当に滑るんですよ。実際僕の包丁もほとんど滑りますよ。だからこの爪のチェックっていうのは絶対おすすめしないです。じゃあその研げてるかどうかのチェックっていうのはどういう風にしたらいいかっていうと、まあ研いだその経験ですね、研いでれば結構感覚で分かってくるんです。さっきみたいにちょっと指で触ったぐらいで分かってくるんですけど、一番分かりやすいのは当たり前ですけど食材を切ってみることです。トマトとかナスとかそういったまあ切りにくい食材を実際に切ってみることが一番分かりやすいんですけど、その場で一番分かりやすいのは、まあそのさっき新聞で帰り取ったと思うんですけど、その新聞を切ってみるとか、なんか紙とかを切ってみた時のその感覚ですね。その切れ味がいい感覚と、そのただ切れるだけの感覚の包丁って、切ってる時のその音とか手に伝わる感覚って全然違うんですよ。実際に実験でやってみると分かるんですけど、仕上げ砥石で仕上げた砥石、包丁と中砥石とか粗砥石で刃をつけた包丁で新聞切ってみると音がまず全然違います。で切ってる時の手に伝わる振動ですね、もう全く違います。もうめっちゃ切れる包丁だから、めっちゃその細かい砥石でちゃんといい刃がついてる砥石だったらもうスッて切れるんですね。もう音も無音なぐらい、もう切ったかどうか分かんないぐらい、もう新聞も気づいてないくらい、そのくらい刃がすごいんですよ。でも中砥石とか粗砥石で仕上げた刃っていうのはまあめっちゃ切れるんですよ。切れるんですけど、なんかもうめっちゃ切ってる感覚するんですよ。もう今切ってるぜっていう。だからさっきその話した爪の話、爪に止まるっていうのはこっちの話ですね。爪に止まらないっていうのはこっちの可能性もあるので、ただめっちゃ切れるだけなのか本当に切れ味がいいのかっていうのは大事になってきます。そこはちゃんと判断してほしいです。でこの動画を見てくれてる人ならちょっと求めてほしいのはこっちです。本当に食材に対して優しい派、食材の細胞を傷つけずに料理を美味しくする、料理の見栄えをする、料理の見栄えを良くするための派っていうのを求めてほしいです。本当に味が変わるので、これマジですからね。本当に味変わるので、こっちではもう確かに切れるんですよ。全然切ってる感覚とかあるんですよ。スパーっていうなんか切り離れしていく感覚あるんですけど、美味しくするための切れ味っていうのはこっちの切れ味なので、ぜひそこを求めて、ぜひそこのもう刃の素晴らしさっていうのを分かってください。はい、ということで今回の内容は以上ですね。で今回話した内容なんですけど、そのシャープナーってあるじゃないですか、簡易的な研ぎ機。あれは絶対もう例外なので、例外っていうのはその帰りもそもそもの話ないので、帰りっていうのが出ないので、あれってもう中の砥石がこういう風に固定されてて、そこをギゴギゴしながら刃をつけていくだけなので、あれを使ってる人、あれで研いでる人っていうのはそもそも帰りっていうのはもうないと思ってください。はい、ということなんですけど、僕のちょっと調理師学校の人もし見ててくれてたらすごくお伝えしたいことがあって、ちょっと最後に言わせていただきたいんですけど、僕通ってた学校、大阪にある辻調理師専門学校っていう場所なんですけど、そこって結構まあ日本ではすごい有名なんですね。まあ一番、そのまあ一番って言い方わかんないですけど、まあすごいもう調理師学校って言ったらもう辻町っていう感じなんですけど、そこで僕その授業、砥石の研ぎ方の授業を教わったんですけど、実際に今言った、もちろんさっきの帰りですね、帰りの話もしないし、包丁についての授業が少なすぎるんですね。少なすぎるっていうか、内容も間違ってる、まあ間違ってるって言い方あれですけど、全然理にかなってない、全然なんか論理的じゃないんですよ。ただこうしてほしい、ただこうするっていう授業内容だけで、こうするからこうなるとか、実際に実験したわけでもないし、どんな刃がついてるかとか、そういった
授業って絶対に必要だと思うんですよ。これはどんな料理にも関わらず、もう和洋中関係なく、全ても包丁を扱う人にとっては絶対に必要な内容なので。で、特になんですけど、特にびっくりしたのが、僕は日本料理担当だったんですけど、日本料理ってまあ片刃包丁、和包丁を使うんですけど、和包丁の研ぎ方って両刃包丁と全然違うんですね。だからその和包丁のちゃんと作り構造の授業がないと、その研ぎ方ですね、授業がないともうボロボロにします、包丁を。で、実際に僕が後からびっくりしたのが、もし僕がその砥石の包丁研ぎの勉強をせずに学校に教えてもらったことをそのままずっとやってたら、もう僕は包丁をダメにしてました。実際にもう包丁をダメにしてる人はもう何人も見てきます。もう何人も修理依頼してきたし、何人も包丁相談しに来たので、そのくらいもう断言して言うと、もう間違ってるんですね。特に片刃の包丁の研ぎ方に関しては、僕よく研ぎ方に正解はないとかって僕結構言ったりするんですけど、その学校で教える片刃包丁の研ぎ方に関しては絶対に間違ってます。まあどこが間違ってるかちょっと話すとかなり長くなるんですけど、すごい簡単に言うと、片刃包丁ってテーパーって言って、刃元から刃先まで角度が違うんですね。で、それを、ちなみに学校で教える片刃包丁の研ぎ方っていうのは、砥石ですね、砥石があるじゃないですか、砥石に刃を全体当てながら研ぐなんですよ。だから部分部分研ぐんじゃなくて、もう包丁はもう全部砥石に全部乗っけて前後させろっていうことなんですけど、これをやったらどうなるかっていうと、さっき言った片刃包丁ってそのテーパーって言って厚みが違うんですね、背中側、その包丁の厚みが。でも、その例えば薄刃包丁ですね、薄刃包丁が特に失敗しやすいんですけど、薄刃包丁ってまっすぐじゃないですか、刃先が。でもこの刃の厚みは違うわけですよ。つまりどうなるか、どういうことかっていうと、よくプロペラ状とかひねりって言うんですけど、ここの刃元の角度と刃先の角度って鋭さが違うんですね。こっちの方が厚いんですよ、要は峰が厚いので。で、その先端の方、切っ先の方は薄いので、刃先がそれだけ鋭いんですよ。でも刃先のこの角度、刃先のこの線は一緒っていうことは、砥石に絶対にここ平らに当たんないの分かります？絶対にこうひねってるので、絶対にこうプロペラ状になってるので。でも授業ではこれを全部当てろって言うんですよ。もう意味わかんなくないですか？絶対当たんないのに。で、それをじゃあ全体研いだらどうなるかっていうと、極端に切っ先だけ減ってって、ここは一切研げないっていう状態になるんですね。だから片刃包丁は特になんですけど、片刃包丁は特にちゃんと部分部分意識して研ぐ必要は絶対あります。だからこの研ぎですね、研ぎに関してはもう料理人にとって包丁ってやっぱ命の次に大事なぐらい大事なものじゃないですか。なのでこの研ぎのちゃんとした理屈、なんでそういう包丁があって、どういう研ぎ方が適してるのか、どういう作業にはどういう研ぎ方が良くて、ちゃんとした刃っていうのはどういう刃っていうのがちゃんとした刃っていうのかってことをちゃんと授業でやるべきなんですよ。なのに僕が言ってた時、まあ今はちょっとどうなってるか分かんないですよ。僕は4年前5年前ぐらいに行ったんですけど、この包丁研ぎに関してはすごく伝えたいです。で、変えるべきだと思います。なのでもし調理師学校の人見てくれてる人、もし生徒学生の方でもいいんですけど、これを伝えてほしいですね。もっと包丁についての授業をするべきだってことを教えてほしいです。ちょっと広めていってほしいです。はい、では終わります。はい、ということで今回の内容は以上です。今回のようにまた、包丁に対しての質問とか研ぎ方とか料理に対してのコメントいろいろお待ちしてますので、ぜひコメント欄でお待ちしております。で、もしこの動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。